唐辛子マイルドモットルウイルス植物ウイルスとは植物に感染するウイルスのことである。他のすべてのウイルス同様、植物ウイルスは変性細胞内寄生体、すなわち宿主なしで増殖するための分子機構を持たない寄生体である。植物ウイルスは高等植物に対する病原となる。この記事は すべての植物ウイルスを一覧にすることは意図しておらず、いくつかの重要なウイルスとそれらの植物、分子生物学における用途について記述している。植物ウイルスは動物ウイルスほどよく理解されてはいないが、一つの植物ウイルスは象徴的なものになっている。初めてウイルスとして発見されたのがタバコモザイクウイルスである。このウイルスを含め植物ウイルスは、 世界の年間作物収穫口において推定 US600 億ドルの損失の原因となっている。植物ウイルスは73の属と49の都がに分類される。しかしながら、これらの数字は栽培植物にのみ関係するものであり、これはすべての植物種のうちほんの一部のみを代表するに過ぎない。野生植物に感染するウイルスに対する研究は、 未だ乏しいが、野生植物とウイルスの間のそのような相互作用が、宿主の病気を引き起こすようには見えない、ということをほとんど圧倒的多数にある研究が示している。ある植物から他の植物へ、またはある植物細胞から他の植物細胞へ移動するために、植物ウイルスは動物ウイルスとは大抵の場合違う戦略を取らなければならない。植物は動かないため、 植物から植物への伝染は大抵昆虫などの病原菌媒介生物を必要とする。植物細胞は硬い細胞壁に囲まれているため、原形質連絡を介した輸送が、ウイルス粒子が植物細胞の間を移動するための経路として好まれている。おそらく植物は原形質連絡を通してメッセンジャー RNA を運ぶ仕組みに特化していて、 これらの仕組みは細胞から細胞へ広がっていくために RNA ウイルスによって使われていたと考えられている。ウイルス感染に対する植物の防御は他の手段に加えてツルがに応じてサーナを使用することを含んでいる。大抵の植物ウイルスはこの反応を抑えるためのタンパク質を高度する。植物は損傷を踏まえて原形質連絡を通した輸送をも抑制する。 病気を引き起こす植物ウイルスの発見はしばしばアドルフ・エデュアルトマイヤーによるものだとされる。彼はオランダで働きながらタバコの葉から得られたタバコも在庫病の樹液が健康な植物に注入された時にタバコも在庫病の症候を生み出すということを明らかにした。しかしながら樹液を加熱した時樹液の持つ感染症は損なわれた。そこで彼は原因である。 病原体は細菌だと考えた。けれども彼は多くの細菌をより広く注入してみたものの、モザイクの症候を発病させることに失敗した。1898年にオランダの工科大学で微生物学の教授をしていたマルティヌス・ベーリンクはウイルスは微小なものだという考えを述べ、また、モザイク病はシャンベラン・ロカキを通してもなお伝染性のままであることを明らかにした。 最近の微生物ならば、ろ過器によって分離という点で、このことは微生物と対照的である。ベーリンクが伝染性の露液を、コンタギウムビブムフルイーダムとして言及した。このようにして、ウイルスという信号が生まれたのである。ウイルスという概念の最初の発見以降、顕微鏡による観察が無益なものだと分かったとは、言っても、 他の知られているすべての伝染型のウイルスの病気を明らかにする必要が出てきた。1939年、ホームズが129の植物ウイルスの分類表を発表した。これは拡張され、1999年には植物ウイルスは977の正式に認められたものといくつかの暫定的なものとに分類された。TMV のーーはウェンデル・スタンディによって、 初めて行われた。彼は RNA が伝染性の物質であるということをはっきりさせることはなかったが、1935年に自身の発見を出版した。しかしながら、彼はノーベル化学賞を1946年に受賞した。1950年代に2つの研究室が同時に発見した事実によって TMV の浄化された RNA が、 伝染性であることが示され、この発見が議論を強化することとなった。その RNA が新しい伝染性の粒子の生産のための行動をするための遺伝情報を運ぶ。もっと最近のウイルス研究では、ウイルスがどのようにして増殖し、移動し、植物に感染するのかをはっきりさせることに対して特別な興味が持たれている。この研究において遺伝学と 植物ウイルスのゲノムの分子生物学を理解することに焦点が当てられている。ウイルス遺伝学とタンパク質の機能を理解することはバイオテクノロジーを利用する会社による商業利用の可能性を模索するために使われてきた。特にウイルスの起源となった配列は抵抗の新しい形態を理解するために使われてきた。人間が植物ウイルスを操ることを可能にする技術における 最近の発達は植物に含まれる不可価値のあるタンパク質の生産に対して新たな戦略を与えうる。ウイルスは極めて小さく電子顕微鏡を通して初めて観察しうる。ウイルスの構造はウイルスのゲノムを囲むタンパク質の外皮によって出来上がっている。ウイルスの粒子の集まりは自発的に発生する。知られている。 植物ウイルスの50%以上が感情である。粒子の長さは通常ゲノムに依存するが、大抵は長さ300から500ナノメートル直径15から20ナノメートルである。円盤を形作る円の円周付近に、タンパク質のサブユニットが置かれる。ウイルスのゲノムの存在において円盤は積み重なり、中央に拡散のゲノムの余地を残しつつ、感情になる。 植物ウイルスの間で最も共通している、もう一つの構造は、粒子が灯台であることだ。それらの直径は25から50ナノメートルである。外皮タンパク質がただ一つのみの場合は、基本構造が60の T サブユニットで構成されている。正二重面体の形をした粒子を形作ることに、関わる二つの外皮タンパク質を持つウイルスも存在する。ジェミニウイルス化は、 一つに詰め込まれた二つの灯台の粒子のような創生の粒子を持っていて、これには三つの属がある。それらの外皮タンパク質に加えて脂質のエンベロープを持っている植物ウイルスも稀に存在する。これはウイルスの粒子が細胞から分離して作られる時に植物細胞膜から派生して生まれる。ウイルスは傷ついた植物と 健康な植物の接触による樹液の直接的な移動によって伝染していくことができる。道具や手によるダメージ、自然に受けたダメージ、あるいは動物が植物を増殖することなどによって傷ついた植物と健康な植物との接触は農作業の間に起こりうる。一般的にタバコモザイクウイルスとジャガイモウイルスとキュウリモザイクウイルスは樹液を通して伝染する。 植物ウイルスは病原体媒介生物によって伝染する必要があり、これは大抵の場合、横ばいアブやムシ、感染植物との接触した人、脳器具、刃物によって起きる横ばいなどの虫である。ウイルスの種類の一つであるラブドウイルス科は、実は植物の中で増殖するように進化した昆虫ウイルスであるということが提唱されている。 植物ウイルスの病原菌媒介生物として選ばれる昆虫がしばしばそのウイルスの宿主となる対象の範囲がどのようになるかを左右する要素となる。病原菌媒介生物としての昆虫が常食とする植物にしか感染することはできない。これは旧大陸の粉ジラミカが新しい宿主に多くの植物ウイルスを移した場所である。 アメリカ合衆国にまで活動範囲を広げたことに示されていた。それらが伝染する方法次第で植物ウイルスは非持属性型、半自属性型、自属性型に分類される。非持属性伝染の場合、ウイルスは昆虫の選手のための針の先端に付着し、その昆虫が常食とする次の植物に その昆虫がその植物にウイルスを注入することで移動する。半持続性ウイルス伝染はウイルスが全腸に入り込むことを必要とする。腸を通して血リンパに入り込み、唾液腺にまで至るようなウイルスは持続性のものとして知られている。持続性ウイルスには2つの海分類が存在する。すなわち増殖型と循環型である。増殖型のウイルスは、 植物と昆虫の両方において増殖することができるが一方循環型にはそれができない。循環型ウイルスは細菌性の強制生,生物によって生み出され、タンパク質シャペロンであるシンビオニンによってアブラムシの中で守られている。多くの植物ウイルスはそれらのゲノムのうちで昆虫による伝染にとって極めて重要な領域に関するポリペプチドを高度する。肘属性 半自続性ウイルスの場合、これらの領域は外皮タンパク質やヘルパー成分として知られる他のタンパク質にある。昆虫を媒介としたウイルスの伝染において、これらのタンパク質がどのように助けとなるのかを説明するために、架け橋となる仮説が提唱された。ヘルパー成分が外皮タンパク質の特定の領域に結合し、昆虫の後期にまで至るのである。 かけ橋を作るように、トマトを海藻ウイルスのような持続性、増殖型ウイルスにおいて、しばしば植物ウイルスの他の分類には見られない、タンパク質を覆う脂質の外皮がある。TSWV の場合、2つのウイルスのタンパク質は、この脂質外皮において発現される。それらウイルスがこれらのタンパク質を通して結合し、受容体を媒介とした細胞内取り込み作用によって、 昆虫の細胞に入り込むということが提唱されている。土壌を媒介した線虫もウイルスの伝染をすることが示されている。それらは感染した根を常殖とすることでウイルスを獲得し伝染させる。ウイルスの伝染の持続性はまちまちだが、ウイルスが線虫の中で増殖することができるという証拠はない。ウイルス粒子は他の植物に感染するために、 線虫が感染された植物を常食としているとき、器官に戦死するための針、あるいは腸に付着し、その後付着した線虫が植物を食べるときに、乖りすることができ。線虫によって厳選されうるウイルスの例として、タバコリンテンウイルス、タバコケイソウイルスなどがある。多くのウイルスの属は、持続性、非持続性を問わず、土壌を媒介とする輸送子を持つ、 原生動物によって伝染する。これらの原生動物はそれ自体植物病原性のものではないが、寄生性のものである。そのウイルスの伝染は植物の根と関連付けられた時に起こる。例えば、ポリミキサグラミニスやポリミキサベタエが挙げられる。前者は穀物における植物ウイルスによる病気を伝染させることが示され。 後者は B とソ性、葉脈を置うウイルスを伝染させる。猫深み類も他のウイルスがそこを通して侵入できるような傷を植物の根に作る。植物ウイルスの世代間の伝染は約20%の植物ウイルスにおいて起こる。ウイルスが種によって伝染するとき、種は有限細胞で感染し、そのウイルスは生殖細胞やしばしばとは言えないまでも時折、 種比の中で維持される。好ましくない天候のような状況によって、植物の成長や発達が遅れた時、種におけるウイルス感染の量は増加する。また、植物における種の位置と感染する見込みとの間には相関関係はないように思われる。種を媒介とした植物ウイルスの伝染が、 環境に影響を受けるということと、種子伝染は肺子を媒介とした肺脳への直接的な侵略によって、あるいは感染した肺偶子によって仲介された肺脳への攻撃を含んだ間接的なやり方によって発生するということが知られているが、種を媒介とした植物ウイルスの伝染において伴う仕組みはほとんど知られていない。これらの過程は、 宿子の植物次第で同時に起こることもあれば、別々に起こることもある。ウイルスが、どのように直接的に、肺脳を侵略し、肺種における親子間の境界線を越えていくのかは、知られていない。豆か、ナスか、菊か、バラか、ウリか、稲かに限らず、多くの植物種が種を通して感染しうる。人間ンン豆モザイク病は種を通して伝染する。 フランスのマルセイユにある地中海大学からの研究者たちはピーマンの類に共通のウイルスである唐辛子マイルドモットルウイルスが人間に伝染しうるという証拠を気迫ながら発見した。これは滅多にないことであり、他にほとんど類を見ない。ありがとうございます。